今日はですね、今後10年20年長いスパンでの、本当の意味での、日本初の人工知能技術の開発の第一歩になる日だと思ってます。全脳アーキテクチャーは脳に学んだ汎用人工知能です。でコンピューターがある限り人工知能の研究がなくなるはずがないし、人々は期待するし、そういう意味では皆さん AI の研究やってるとすればいいテーマを選んでいると思うんですが、